ダケル・ランセロスは、ヘレスデラ・フロンテーラ出身の詩人及び翻訳者である。彼女の詩の作品のほとんどは、英語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ヒンディー語、トルコ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ロシア語、アルメニア語、セルビア・クロアチア語、アラビア語、そしてポルトガル語へと翻訳されている。そして彼女の作品は、シカ州として多く出版され、スペインのみならずイタリア、 メキシコ、ベルギー、フランス、ニカラグア、マセドニア、コロンビア、エルサルバドル、トルコ、チリ、ペルー、インド、エクアドル、ボリビア、アメリカ、そしてアルゼンチンでも出版されている。祖父が演劇の舞台監督であったため、孫娘にペドロ・カルデロン・デラ・バルカの人の世は夢といった芝居の有名な古典的な独白や一人芝居を朗唱させており、これは 本人が詩人を目指すことに影響した。彼女は文化に特化した文学メディア、雑誌、ウェブページへの定期的な寄稿者である。翻訳者としては、特にエドガー・アラン・ポー、ルイス・キャロル、ルイ・アラゴンの作品の翻訳を行っている。また、彼女は、セルン、アカデミア・モンディアレ・デッラ・ポエジア、ジュネーブ大学が講演する、ポップサイエンスプロジェクトの公式スペイン語翻訳者でも、ある。 ランセロスは、フェルナンド・マリアス・アモンドによって結成された、芸術家集団イホスで、メアリー・シェリーの一人である。ランシローズ、ラケル。w w w e s c、e、r i t o r e s o r g 6 d e a b r i l d e 2 0 1 9閲覧。ダニエル・ジェイ・ロドリーゲス、エントレビスタ、エラケル・ランシローズ。2020年7月9日閲覧。 lecturalia.com. ラケルランシローズリブロス・ワイ・ビオグロフィア・ウトラ。レクチャー・レイリア、2020年7月9日閲覧。ラポエタ・ジェレザナ・ラケルランシローズ、プレミオ・アンダ・ラシア・デラ・ラクリティカ。ジアリオ・デ・カディス、2020年7月17日閲覧。イホス・デ・メアリー・シェリー・ポール・エルパゼ・ビアヘス。ライブ・ロテア、2020年7月16日閲覧。 l e s c r e a は、アントニオ・ソレール・ワイラ・ポエタ・ダラケル・ランシローズ、プレムオス・デラ・クリティカ・イエヌ・カステラーノ。w w w p u b l i c o s 6 d e a b r i l d e 2 0 1 9閲覧。ファイナリスタス、XXV プレミオ・アンダ・ラシア・で L.A. クリティカ2019。 w w w c r i t i c o s l i t e r a r i o s a n d a l u c e s s 6 d e a b r i l d e 2 0 1 9 x l ラエスクリ s ラ r e e t la j e r ランシローズせいえば、エルプレミオユニカージャデポエジーラケルランセロス、公式サイトラケルランセロスオフィシャルクラブジョットダウンでの、ラケルランシローズへのインタビュー。ありがとうございます。